知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。キング・デシェレトがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上ごとが心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればキング・デシェレトに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。